フェロー諸島で発行された郵便切手に描かれたボルスンガサガの一場面。ブルンヒルドと秩父ずり。ボルスンガサガとは北ヨーロッパのサガである。現在はアイスランド語のものが伝わっており、1260年頃にアイスランドで書かれたとも、それ以前にノルウェーで書かれたものが翻訳されて残ったとも言われている。ニーベルンゲン伝説がその大元となっている。 ボルスングの一族の起源と衰退を描いている。また、シグルドとブルンヒルドの物語、及びブルグント族の滅亡に関する記述も含んでいる。ボルスンガサガの大部分は、コエッタのシンフィエトリの死について、などに見られるような古代の伝説に基づいている。この伝説は、古くは、西暦千年頃に作られたとされる、スウェーデンのラムスンド彫刻画などに見られる。しかし、 その原型はずっと古く5世紀から6世紀の間に中央ヨーロッパで起こった実際の出来事に基づいているのではないかと考えられている。中古ドイツ語で書かれた女ジ,ジシ・ニーベルンゲンの歌はその大部分を中世初期からドイツで広く知られていた古い物語からとっておりボルスンガサガとはその層を同じくしているものと考えられている。しかしニーベルンゲンの歌において その伝説の骨子は中世風の設定に作り直されているアイスランドサガ八百853ありがとうございます。